今日はシャインマスカットのマティーニを作ります。はい、ということでこのシャインマスカットね、ちょっとお値段はするんですけども、種もないし皮ごと食べられるしでね、すごく美味しいですね。もうカクテルにしなくてもいいんで食べていただきたいですね。そして今回はブドウが原料のシロックというウォッカを使います。ちなみにこのシャインマスカットっていうのは名前からして海外のやつなのかなと思うんですけど、実は日本でね、品種改良されてできたものだそうですね。飾りのブドウはですね、房にくっついている面の反対側の方をですね、十字に切り込みを入れてゆっくり開いていけばできますので、ぜひやってみてください。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。